ホテルオークラ東京本館に設置されていた定点カメラドキュメント72時間は2013年4月5日から NHK 総合テレビジョンで放送されているドキュメンタリー番組2021年4月から NHKBS1 でも放送されている本番組は毎回ある一つの場所で72時間にわたって取材を行いそこで見られる 様々な人間模様を定点観測するという思考のドキュメンタリーである。2005年12月28日に72時間のタイトルでパイロット番組が放送された後、番組名をドキュメント72時間に改めて2006年10月3日から2007年3月13日まで第一期としてレギュラー放送された。二千十二年七月火曜日十三時前半台に 全4回短期集中で放送される。7月19日のみ木曜日放送。これは、7月27日から、ロンドンオリンピック中継を含めた、下記特集番組を編成する都合によるつなぎ、番組であった。2013年の番組改定により、2013年4月から、毎週金曜日22時55分23時20分の枠で、第2期のレギュラー放送を開始。 2016年4月から放送時間が5分繰り上げになった。2018年4月から放送時間がさらに5分繰り上がった。再放送は2013年度には翌週月曜の15時15分から15時40分、及び翌週金曜の11時5分から11時30分。2014年度には翌週月曜の16時5分から16時30分、及び 翌週金曜の11時5分から11時30分。2015年度には翌週水曜の2時から2時25分、及び翌週金曜の11時5分から11時30分。2016年度には翌週木曜の1時55分から2時20分、及び翌週金曜の11時5分から11時30分。2017.20182019年度には 翌週土曜の11時25分から11時50分。年末には朝までドキュメント72時間 20XX と題し、当概念に放送した作品の中から再放送の要望が多かった作品10本を一挙にオールナイトで再放送するほか、幕愛に本番組のファンである山田五郎と鈴木治、そしてナレーションの一人である吹石和江による 座談会の生放送をもしくは録画及び取材先の後日談等を交えて放送する。2018年からはファンミーティングを兼ねた公開収録方式になり日中に放送されている。2021年4月から NHKBS1 においても放送されている。番組開始当初からアナウンサーではなく俳優によるナレーションを行っている。当初は石田光、吹石和恵 鈴木安の3人が持ち回り的に担当していたが、その後担当者が増えている。向井秀則のように、取材対象に応じて、特別にナレーションを担当するケースもある。2014年以降の放送分については、毎年末に行われた視聴者からの人気投票順位を、太字で追記する。再放送は、再編集版を除き割愛。2021年。 ありがとうございます。